オタオハンセンがハンセンスタンハンセンが小橋の肩を突き飛ばしました。入場式での挑発行為、それはスタンハンセンの今年にかける意気込みの象徴であった。ハンセンがいきなり行った。開幕戦からいきなりパワー全開、リングの内外で暴れまくった。ハイペースを持ちました。ハイペース倒れているうつ伏せのスリングにアウト。ハンセンは今年を最強タッグの集大成と捉え、田上明をそのパートナーとして指名。2人を結びつけたのは交点に東京ドーム、ジャイアント馬場引退記念興行。よろしくお願いします。ヤシの実割りであります。竹内さん、馬場さんを思い出しますね。そうですね。田植えはヤシの実割りで、そしてハンセンは馬場コールで互いにジャイアント馬場への思いを表した。馬場への2人の思い、その思いがタッグ結成へとつながった。いただきました。ウエスタンダリアッコー開幕戦を飾りました。スタンハンセン11月26日現在、田植ハンセン組はトップのベイダー組、2連覇を狙う小橋組、そして雪辱を期す三沢組をピタリとマーク。田植ハンセン組の世界最強タッグ、その思いはジャイアント馬場へ届くのか。そして最後のパートナー、サンハンセンが引っ掛けた。さあ手上も行った。4人が入り乱れる。今ゴング前から引っかかったこのサンハンセン、10年ぶり夢をもう一度。さあ大森を捉えて合体攻撃、ハイキック16番に見えるハイキック、森の都にテキサスロングホーン。ゴング前から引っかかりましたハンセン。そして今タッチ成立です。試合の権利はタイです。さあリングの下に大森、あと高山の後ろから来た。羽交い締め、そこにエルボーの連打。ノピア恐れることを知りません。腕をひねります。まず動きを一つ止めました。ニュートラルコーナー付近、さあエルボー、ハンセンの左腕殺し、これは鉄則です。首投げ、そしてキック、エルボースマッシュです。大森、ハンセンのエルボー、脳天へのエルボードロップ。暴れまくります。高山も入ってきた。序盤から乱戦となっています。ハンセン太陽組対大森高山組、タッチ成立で膝蹴り、田植えが入ってまいりました。膝へのキック、ニュートラルコーナーに追い込んでいます。さあ大森から高山です。ハンマー落とします。そして桃田さん、はい、この1年ある意味主役というのはこのノーヒアでしたね。そうですね、はい、まあ、今年やっぱり全日本の選手チームの中で一番、要するになんて伸びたチームって言いますかね、一番頑張ったチームであるのは間違いないと思いますね。その勢いというのが本当に止まりませんね。そうですね。アジアのベルト、そして世界のベルト、バッグ三冠独占、その後のダブルタイトル戦で敗れはしましたが勢いが止まりません。さあ張り手合戦になりました。そしてチョップ、エンド切り、まともにヒットしました。田植え、長いコンパスが高山の後頭部に突き刺さりました。裏を出しています。さあハンセンです。スタンハンセン、ニュートラルコーナーに振ってブレーキの壊れたダンプカー。さあ左腕、アームブリーカー、腕折りです。思わず場外にエスケープ。さあ場外のハンセンを大森が鉄柵に捉えて、あっとキック、
もうこれはハンセンと戦うときにはもう当たり前のことですよね、左上。そうですね、やっぱりハンセンの武器であるラリアットを封じるっていうのがもう鉄則ですからね、はい、そしてこの青コーナー付近のポール鉄柱を使ってこの左腕を痛めつけていきます。ヘッドバット、ハンセンヘッドバット、しかし大森もキックで防戦。試合の権利はスタンハンセンです。大森が戻しました。さあ脇固め、徹底的に左腕殺し、ハンセンのラリアットを封じます。ロープに手を伸ばしましたハンセン。リードロップは高山、要するに星勘定、彼らの気持ちとすればね、いかにいい試合するかっていうのが今一番彼らの望んでることじゃないですか、ね、もちろん、勝ちに行きたい、優勝戦に出たいっていう気持ちはあると思いますけども、だけど要するにこのそうそうたるメンバーのいろんなチームをですね、自分たちが納得いく試合がしたいっていうのがもう本音だと思いますね、はい、ハンセンから田植えにスイッチ、ラリアット起き上がり、拳式のラリアット2連発、3連発放ちました。そして高山にもハイキック、ハンセン田植え組です。さあ喉だ、喉だ、序盤から出すか、巻き投げていった、ハイキック、羽を作ってのハイキック。そして森田さん、はい、ハンセン田植え組、昨日の新潟大会で敗れたんですが、はい、なんと三沢がメラルドプロジョンを出したんですね。そうですね、田植え選手をにエメラルドプロジョンを決めたんですけどもね、やっぱりその後遺症が残ってなければいいなっていう雰囲気ですね。それまで無敗でしたからね、ダブルのドロップキック、そしてエプロンサイドのハンセンにも行った。そして逆にそのあたり三沢の心理としてはどんなものが読めますか。当然要するにそのこの田植ハンセンチームをやること、要するに勝つことによってですね、はい、自分たちが優勝戦線に残っていくってことですからね、だからそのもう三沢小川チームってもう負けることができない状況に入ってますんで、もうどんなチームも勝ち続けるっていうのは要するに優勝戦線に残れるっていう気持ちですからね、それ以外の何物はないと思いますよ。混戦模様が続いています。99世界最強タッグ決定リーグ戦、手を伸ばすハンセンですが高山がカットに入っています。さあバックを捉えている、バックに回っている大森、ジャーマンか、 DDT、 素早い切り返しを見せた田植え、ハイキック、そしてハンセン、田植えからハンセン合体を持ってくるか、大森をロープに、ダブルのハイキック、ダブルのショルダー、連携どうですか。いいですね。さあ田植えが捉えて、ハンセンがバックスイング、エルボーです。まずはエルボー、いやーからのエルボードロップ、カバーする、2カウント、ジャイアントババ最後のライバル、そして最後のパートナー、スタン・ハンセン、10年ぶりの最強タッグ優勝はあるか。投げ捨てるようなブレンバスター、それで返します。大森、昨年ベイダーとのタッグでまさかの準優勝、今年こそは何回もチャンスがあった、今年こそはスタン・ハンセン、田植えとのコンビで最強タッグ優勝を狙います。リングの中央がっちり入っています、逆に返した、大森が返しました、伝統をなぎ倒す大森高尾、そしてこの高山です、距離を取った、あジャンピングにふらついたハンセンを首投げ、自らロープに飛んで、あーっと胸へのキック、片指どうだ、返しました、不信感。さあ田植がリングの下です。スタンハンセンただ一人、時代を超えるか、時代を守るか、大森がスタンハンセンを抱え上げて、ゲロチンネックブリーカー、カバーした、2カウントです。ノーフィアの方の連携いかがでしょう。いいですね、ハンセンをああいうダブルでなかなか決められないんですけどね。そして田植えにもダブルのショルダーです。10分経過しました、30分1本勝負、田植えハンセン組対大森高山組、ちょっとダメージ来てますね、ハンセン、沈みません、田植えのハイキック、サックスボンバーだ、
リフト、おっと止めた、高山にも野田は落とし2連発、試合の権利はスタン・ハンセン。99年ものすごいいい動きしてますね。カバー、ツーカウント、わー、ランディングしてる、ハイキック、ビルの中はタウエ、ハンセン、10年ぶりの優勝に向けてラリアット、ウエスタンラリアット、ハンセン10年ぶりの優勝に向けて爆心、最後はハンセンのウエスタンラリアット、森の都にテキサスロングホーン。投げるかどうだ、ベイダーを投げたの、ここベイダーをジャーマン持っていった男です、ミサワ、さあ行く、レッドエンド、多聞式の投げっぱなし、レッドエンド、レッドエンド、バナヨライ、いや桃田さん、これは本当に効くあるですね。そうですね、滞空時間結構長いんですよね、本田選手のジャーマンは、はい、あれで要するに相手が受け身を取りづらくなるんですよね。ラリアット、そしてデッドエンドは赤間に行く、さあ今度は井上だ、だけど本田井上チームものすごいいい動きしてますんで ね、 そうですね、頑張ってほしいですね、カバーに行きます、ホームランがない、今度は三沢が振る、エクシダース、エクシダースに行って、本田も来た、ヘッドバット、これはファした、よく見ている小川、ストッピング、ダブルのストッピング、クレイキが2人の共演か、何に行く、三沢がニュートラルコーナー、何に行く、二人で何に行くか、二人で声をかけ合った、あ、今度は逆にトキックだ、そしてエルボー、そのままカバーに行く、ジャックナイフ式、危ない危ない、返した返した、よく返した、桃田さん、いい試合見せてますね、お互い、そうですね、お互いにいい動きしてるんですけどね、ブロックバスター、そのまま今度は何に行くのか、さあチャンスだ、チャンスだ、井上チャンス、チャンス、 DDT カバーに行く、あー危ない危ない、いい形で入っている、さあこれまでか、小川がフィニッシュに持っていく、バックドロップホールド、どうだ、カウント3つ、カウント3つ、三沢小川組勝ち点2を挙げています。99世界最強タッグ決定リング戦速報、 11.28 埼玉戸田大会の試合結果はご覧の通り、リーグ戦トップは依然としてベイダースミス組で9点、それを追うのは小橋秋山組、三沢小川組、田植ハンセン組、まさに4すくみ状態、果たして 12.3 日本武道館のリング上にいるのはどのタッグチームか、今度は場外へと戦いの場を求めます、あ何に行くのか、あベイダーハンマー、ベイダーハンマー、間近で見るベイダーハンマー、おーすごいパンチだ、剛腕二刀流、今度は椅子か、椅子だ椅子、うわすごい音がした、思わず秋山かけていく、さあ6人乱れる、もつれる、
秋山がベイダーハンマー捕まっている。うわーすごい音がする。通路で殴り合いで、おー秋山が負けていません。小本さん負けてませんよ秋山。いやいいですね、死闘を演じています。リングはこんなに広かったのか。宮城県スポーツセンター殴り合いだ。剛腕二刀流ヘッドバット、おお珍しい、こめかみのあたりのヘッドバット。いやー桃田さんすごいですね今日のベイダーは。うわー今度はふるさと仙台で、うわーベイダーのハンマー、ベイダーハンマーに志賀が捕まった。メダオメダオメダオ、いやまるで公式戦のような。いや本当ですね、公式戦でやり合っているような雰囲気がありますよね。そうですね、非常に殺伐とした雰囲気が漂っています宮城県スポーツセンター。あー今度は志賀が怒った、志賀が怒った、ストッピング、ダブルのストッピングだ。つま先が踊る、細い腕で、決して普通の人よりは太いんですが、ベイダーに比べると細いその腕でエルボーを放って、今度はハンマーだ。あー今赤コーナーに、あー今度は張り手だ、張り手張り手、今度はハンマー一発、うわ中指を立てる、スマまで入った。あーっとこれはもう小橋がちょっとこれは許せない行為。ベイダー選手は完全に小橋選手を挑発して、要するにそのものすごいアピールしてますよね、うわベイダーアタック、場内からうわーという声が聞こえてきます。心配そうに見つめます小橋。そして志賀が相手のタイツを掴んで立ち上がります。志賀頑張ってほしい、もう一発。これ桃田さん、みんな小橋の方を見てやってるんですよね。そうですね、もう要するに小橋選手に対する要するに挑発挑発連続ですよね。もう小橋選手ももうコーナーでもうイライラしっぱなしだと思いますけどね。そうでしょうね。うわ今度はドロップキック放っていく、3つじゃないのか。志賀が頑張っている、危ない、志賀が捕まった、危ない、ビッグバンクラッシュ行くのか、ビッグバンクラッシュ、危ない、志賀避けろ、危ない、決まった。ああ間に合った間に合った、小橋が間に合っています。しかし間に合ってますけど、かなりダメージはもう、これは厳しい。私がコール宮城県スポーツセンター、故郷のファンは温かい、志賀を後押し。さあ志賀ここでもう一踏ん張りできるか、危ない、避けた、このまま何行く、低空ドロップキックエルボーだ。そして新内登場、オレンジ色の新内、憤怒のチョップ、怒りのチョップ、おーっとこれはしかしスミスが、もう今度スミスが振られる、ショルダーアタック、頭から落ちていく、ベイダーアタック、力と力のぶつかり合いです。ブレンマスター、ブレンマスター、非常に滞空時間の長いこのベイダーのブレンマスター、これを切ってしまうと非常に厳しいが、さあ練習の虫、練習の虫が投げた、170キロを投げたベイダーを投げて、今度はバックドロップ、岩石落とし、なんとでかい岩石、カウント2。いや本当これはもう練習の賜物ですね。そうですね、本当ベイダー選手を軽々と持ち上げるっていうのはね、大変なことだと思います。チョップで反撃、もう一発は力を込めて首筋のあたり、もう珍しくベイダーがちょっと崩れている、ニュートラルコーナーのあたり、あーこれは切ってしまう、うわー、チャンピオンスリーのあたり、あーこれは切ってしまう。
ってしまう。入りましたね、今の入りましたね。要するにチャージしてるところですから、本当にカウンターで入ってますからね、さあこれでまた小橋が捕まってしまうと痛い。スミスのミサイルキック、さあ投げに行く、ギロチン、そして秋山が出てくる。ブルーサンダー秋山、まだ元気のあるのが秋山、右の肩のあたりを負傷したということなんですが、ジャンピングに尖った井田が誘っていく。ハイキック、喧嘩キックだ。これは空を切る、よくわした。何行く、エクスプロイダーには行かない。エルボー合戦、ドキック、ハイキックに行ってトランスキックだ。どうする、さあチキンウィングフェイスロック、ジョニーマジック2、完全に入っているか。リングウィングフェイスロック、鳥肌もの、どうだどうだ、桃田さんどうですか。いや入ってますね、スキンウィングフェイスロック、ジョニーマジック2は、これはロープです。ドーキック、ダリアントこれをかわした、ハイキック、喧嘩キックに行く。ちょっと膝のあたりを抑えたが、モスマンがカバーに行く。片指が止め、これをカウント2つ。ミドルキック、ノーキック、叩きつけていった。そしておっと、シガにあえてタッチ、シガにあえてタッチだ。ダブル、おっと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 、なんとベイダースミスにエルボーを払って、いやモスマン、なかなかいいですね。あの気持ちがいいですよ、気持ちが前に行く。そしてキックが背中に当たって、さあ何に行く、さあ何に行く、ニュートラルコーナー、 DDT DDT、 カウント2、片指が止め、よく頑張っているが、さあベイダーが、ベイダーがカットに入るか。いやこれ戻っていく、ああこれ投げ捨てられてしまう。胸のあたり、苦しそうだ。これを DDT を逆に食ってしまう。このままカバーに行く、志賀立てるか。これは思わずフォローに行きます。権利があるのがモスマンと志賀です。モスマンと志賀、さあゆっくりとフィニッシュに向かう。目つきが変わる、真ん中はモスマン、胸にジャンピングに急所をついて、ノーザンライト、どうだ、カウントは2。桃田さん、ただこれはもしかするとハワイアンクラッシャー行くのか。お、耐えてん、エビ耐えてん、エビカウント3。なんとハワイアンクラッシャーに行ったと思いきや、電撃の回転エビ。 What do you think? Huh? What do you think? Get out of here. Go on, get out of here. Get out of here, all of you.What do you think? 次週放送の世界最強タッグ決定リーグ戦優勝戦の模様は番組枠を拡大して放送することが決定しました。緊急拡大スペシャル第10弾、お見逃しなく。またジャイアント馬場最後の教え子丸藤直道がファン感謝デーでのこの失敗をきっかけに秘密特訓を敢行。 12.3 日本武道館でこの成果が現れるでしょうか。こちらも乞うご期待。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。